多分迎えると思います。こんにちは、あの警察官の山田太郎なんですけど、はい、あのマロチール捜査官の女性の件となりましたか？ちょっと待って今現場に向かっている最中ですね。オッケーです、オッケーです、オッケーです。ではまだ本人は見つけられてないってことなんですね。一応311コールであの場所は確認はできてます。はい、あ、わかりました。じゃあ僕このまま無線伝えときますので、その蘇生行為に入ったらね、よしよし、あの一言もらってもいいですか？いけ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 、走れ走れ。点だけ、ですね、あの地下鉄に入る場合、あのワンちゃん無賃になるかもしれないんですけど、どこ？無賃ですか？やる可能性あるんで。なんすか無賃って？え、要はあのただ乗り、ただ乗り電車使うときにお金払うんですよね。ちょっと待って、山田太郎さん無賃の意味がわからない。その場合ワンちゃんの方になんか通知が飛ぶ可能性があるんで、じゃあもしそれ何かあったら、あのジュンさんに言っときます。もしかしたら無賃の犯人がいるかもしれないですけど、地下鉄来れました、こちら今探してます。これ了解。すいません、あのそれはちょっとあの両面ジュンさんに伝えておきます。無賃通知は無視してくださいって言えばいいですか？怖いな、怖いな。これなるかどうかもまだ確認をしてなかったので、これ、これ、これ、確認してほしいですね。オッケー、今のところはなってないです、何も。これ、後ろから来た場合はいいですけど、前から来た、あ、委員長、お世話になりました。おぉ、死にかい、もう一回来た、もう一回来た、委員長、委員長、お世話になった、本当に、あはは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 。何やってんの？ちょっと怖いとか。いたいた、二人ともなんかダウンしてるんだけど今。咳しすぎて吐血の味がする。うろこさん。はい。乗れたんだけど乗るの？乗ったらまたやばいんじゃないの？よいしょ。連れてこうか。あ、上がれそうです。ごめんね、クロコ。あ、いや大丈夫です。はいはいはい。あ、来ました来ました。委員長どこだ？シャキシャキだ。下がってたと思わなくて。大変ですよ。いや、あのですね。あ、モノが発見しました。モノの見事にダブルですよ。一回目来て、わーわー。一生ここで過ごすのかと。シャノさんとウミンチさんは生きてます。で、マロさんも無事に発見して、クロコもなんとか無事に発見されてます。いや、せっかくね、一回目避けたんですけどね。そう、マロさん見つけました。どこだよ、ここ。お願いします。入り口1階のところだね。あ、今治療中です。思ったより大事になってる。ギリ生きてます。ございました。せっかく避けたのになんかもうお前ごと引けみたいな感じで2代目も来ました。担いだ方が危ないかなと思って。ごめんね。いや、多分あれはしょうがない、いい判断です。多分あのまんま担がれてったら多分きっとダブルキルされてました。30分暗くて寂しかったです。いや、マロさんごめん、またして。ごめんね。いっぱい電話来るけど、もう出たらダメだと思うし。そうだね。ごめんよ。この30分すごかったよ。場所がわからんすぎてやばかった。委員長。はいはい。ヘルプミー。待って待って。豊さん。はいはい、豊です。あの黒子の分の治療代ヒョノに回して。なんで？あ、ヒョノが悪いから多分。イムスタ、お願い。あの、治療かかんないで大丈夫ですよ。そうそうそう、治療かかんないよ。あ、そっか。あ、でもよかったよかった。よかった。よかった。ヒョノに請求切ってね、さっきの分。ちなみにあれでしたね、あの、無賃でも普通に入れましたね。忘れてた。あ、そ、うん、そう。うん、あ、デイさん。無賃は通知来ない。無賃がとんでもない。ね、あ、ざます。え、マロチエル復帰しました。オッケーです。